味方ご一行様の到着じゃ。頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。you
一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。染谷が大浴場にいるようです。キリナヌキ、4階を探しましょう。兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。ああ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによって何ちゅう場所じゃ。もう行けん。ちいと失礼します。おい。生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。わるはナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ。もう遅いわ。しもうた。
あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている？答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！Yeah!
兄貴はソメヤを追ってください。ソメヤ、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様を背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。
よ。大事ないですかい？あれ？桐生さんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス。来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん、無事じゃったか？ええ。二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清見ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらはこがわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なママが。お前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですが、このけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待ってください、広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。
まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですが。この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか。いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか。もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長、石見平蔵と申します。四代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。うん。クルス・タケル。クルス、陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。石見造船の会長が陽明連合会の。石見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますか。こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上周りに聞き耳を立てるものは。大事な話？実は桐生さん、あなたに折どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の。どういうことだ。ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡、我々が日本最大の組織近江連合と組めば、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると、近江連合彼らは死に物狂いで阻止しようとして、一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ。わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を。なるほど。事情は。それでお返事は。断る。理由を尋ねても。今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が
下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう登場…それはおかしいですね。登場界の人間じゃないとおっしゃるなら裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、スネオ。キリュウさんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもって、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ？まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。田頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか？キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか？私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろ、バカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょ、ボエスさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん、私ね、辰川くんがハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ？俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか？いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの？ちょうど遥ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くん、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか？そうでしょうね。もしかしてそん時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで？もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんがハルト君を産んでたってことは。その辰川は今どこにいる？ここを出てく前、
東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。うん、音楽か何かやってたのか。いやさっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。タスカワじゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？タガシラ、踊りなんでそこあんなこと知っとるんや。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受けとったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。タガシラ、そいつと連絡取れるか。いやそれがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。少しだけ待っててくれよな。